俺1ダメージだぞ、俺普段1ダメージなのに急に21とかやめろって。打ってみる、ダンバルか、体当たりあたりを打ち込んで経験値もらうと。これレベル上がんねえな。ほうほう、こいつは殴り合いだな。技使ってもいいか。60、なんか出たな。なんだ、ほうほう、え、ほうほうってさ、技なしで60、あ、違う、技ありで60か。なんか攻撃力下げるのだけはやめてほしい。なんかいるね、不思議な子踏みに行けねえ。まあ、こうやってなんか探知の弾使ってれば踏みに行かなくても大丈夫だということに気づけるから。なんかいるね。うわー、やむのか。鳴き声入ってるからな。ちょ、やむの、どっか行ってくんないと。戻ってきてる。踏むしかない、でも。痛えな。あ、水鉄砲もピピないし。どうすっか、爆裂の種かな。技、とりあえず何でもいいから技一回使って爆裂の種だな。あとは通常攻撃だ。削れよ。やば、ちょっと待って、どうしよう。俺の身だな。消費が激しすぎる感もある。よし、レベルが上がんねえ。ちょっと沼九郎のくせに経験値欲しすぎじゃない。あぶねえ、こんなん踏んでたら敵の前とかで踏んでたらやばかったな。ダンバルか。こいつは鳴き声でよくない。睨みつけられた。あ、ダンバル、え、何、ダンバル何ボディ効かなかったって何。え、ダンバルって特製クリアボディじゃん。なんかいるし、うわー、めんどくせ、これやるしかねえな。でもいけるいける。睨みつけられた時だけちょっと踏もう。ダンバルには反動で死んでもらう。気合いためんな。でも仕方ないな。やみつけろ、まずい。にらみつけろ、まずい。にらみつける突進コンボがやべえ、こいつら。すげえ、話し合いしてるわ、こいつら。そのレベルで。作戦立ててきてるもん、これ。よし、おい、強いな。すぐ踏むと、すぐ踏む。よし、うー、なんか来た、ヤムドだ。針2発ね。これ、体当たり、爆裂の種。よし、レベル上がんね。ちょっと頼むわ、これレベル上がってくれよ。全然レベラかな。来た。え、エハムド？ダンバルか。泥かけ。よし、ちょっと回復して。あとなんかどっかで泥かけ4発使いたい。ダンバルね。俺には PP マクサーがあるから。なんかいるね、上に。エハムドだ。よし、来た。できれば針とかもうね、全部使って。でもこれ、ここの回でさ、満身創痍になったら次の回とかやばくないか。もう爆裂の種ないから、木の枝総動員しなきゃ。で、泥かけ。
効果ないんだよ。うわ、睨みつける、やべえ。いるね、なんか。上通路入っとかないとまずいわ。あ、まあ、でも12食らうんなら、針の分もあるから倒されてくれまして。よし、ふう、ストライク。泥かけ一発あるからな。9。あ、そうだ、ストライクって飛行タイプなんだとかね。うわ、やば、ストライクって飛行タイプっていうのをポケダンで知るっていうね。虫飛行タイプ、アゲハントと同じだぜ。ストライク、こんな見た目してる、こんな見た目って言わない、こんな見た目って言っちゃあれだけどさ、この見た目で、まあ飛行タイプっぽいか、確かに。ポケモン GO とかでも空飛んでるもんな、こいつ。何が来たんだろう。きつい、もう1レベル上がれば多分少し楽に倒せるんだろうけどな。もう攻撃手段ないじゃん。どうすっかな、見潰すしかねえか。よし、え、全然攻撃しよう。ちょっと待って、直線はまずい。よし、え、見えるようになっちゃった。あー、どうしよう。え、倒せねえ。ちょっと PP だな。水鉄砲だけは自信あるから、俺も。水鉄砲もったいねえけど乱発するしかない。いい威力出るから。いって、あ、ちょ、これやばいわ。よし。ね、泥かけかな。泥かけは鳴き声にちょっと入れ替えますか。鳴き声も悪くないけど、ちょっとそろそろ泥かけ2個っていう、このデュアル泥かけシステムね、沼黒でも実現することになるとは。デュアル泥かけシステム、これ泥かけ32回打てるからね。もう体当たりより打てるから。技スペ2個使ってるけど、デュアル泥かけニングシステム。まあ、次の回いくか。ちょっとこれレベルが、でも必要経験値量多すぎるからな。あ、でもどうだこれ。あれ、でも必要経験値量変わってなくね。さっきもなんかバグか、もしかして。沼黒の経験値ってもしかしてバグなの。さっきのレベルと必要量変わってなくね、あんま。さっきもなんか3500くらい必要だったよね。ちょっと HP が削られすぎ。起きてくれ。敵遠いか。ちょっと水持ってこよう、寝てる間に。あ、起きちゃった。寝ててくれれば。じゃ、水持ってくるわ。今なんか変なことされたでしょ。今変なことされたでしょ。もうなんで混乱しとんねん。どうすか、どうするもないよ、道具ねえもん。あー、いや、移動はしない。もうちょいで倒せるし、こいつ体当たり行こう。よし、85。ちょ、連結箱拾えてねえな。ネイティちょっとタイマンで行くか。いや、見つけられた。ネイティ見合わないよな、マジで。努力に来てんな。いや、無駄か。鳴き声乱発だろうな。ちょっと HP 回復し、うわ、やべえ、どうしようこれ。しかも一回これやられてるしな。ワープの種かな。よし、向こう行ってくれた、なんとか。一回落ち着いたら倒しに行くわ。そう、結局さっきのネイティにかけられた、睨みつけるが頭、脳裏をよぎって離れない。これだけしないでくれりゃいいのに。なんか来るね、向こう側から。迎撃しよう。
たー。遠距離から攻撃できる技とかないから、タイマンで水鉄砲突破。いいね、水鉄砲2発だな、撃っていいのは。通常攻撃5出るようになったからうわーちょっとこれ全部エアムドじゃないこれ。フィールド上に存在するポケモン全てがエアムドになる。色見つけろまずい。砂かけもきつい。異常技結構使ってくるのね。あ、ちょ何それ。来いよ、通常攻撃やってこい。通常攻撃よし、来た、よかった。エアムドに快適する前にこうお腹が減ってよかった。水鉄砲一発でいいんじゃない。あーでもつつく乱発されたらきついわ。一回は移動でこう解除できるから。うまい、技使いすぎだろ。通常攻撃も使え、もっともっと PP 節約しろ。よし、きついな。水鉄砲一発だとやっぱきついな。なんか来てるね。やっぱここで稼がなきゃダメなんだよな。体当たりいっといて。よし、こういう奴らからも。おお、ネイティがいるのがちょっと地味に。そして後ろにも敵いるね。これまたやろよ。おめえ砂かけ一発も入ってねえだろ。お前の目は節穴か。一回下がらないとこれとんでもないことになるわ。ストライク。これさ、ちょっとあれだわ遠足かな。ダンバルが来てるちょっとこれ水鉄砲使わなきゃダメだな。何時間お当てろよマジで。お前砂かけ当てられてないだろ。何を考えてるのマジで。ちょ暗いすぎな。ストライクが2列目にいるのが地味にきつい。体当たりだな。もう一発体当たり。よし、ネイティは俺がやる。いやーきついね。レベル上げも楽じゃねえな。エアムド10匹倒さなきゃいけない。倒せんてこの能力で10個もエアムドは。何入れてんの。ダンバルか。まずこのダンバル俺がやる。せっかくの使いどころだから。ダンバルはダンバルしか使える相手がいないからね。ね、もうこれ以上足踏みするのまずいし。あのストライク倒したら次の回行くか。いいね、偉い。通常攻撃しかしてこなかった。よし、なんかいる。何あれ。あーきついな。一周回ろう。一旦一周回ろう。挟まれると一番まずいな。あ、やばいやばい、めっちゃ来てる。もう水鉄砲で早急にやるしかない。もうダメ、水っぽいと。いけ、まだか。やっべ、エアムド強すぎる。なし、眠らされるのはまずい。さあどっか行けよ。なし、あそこ好きかよ。能力元戻して、ちょとりあえず体当たり打つと。大丈夫、この距離ならまあ来る前来ないだろう。さすがに眠り中には。左上なんかいるけどね。もう眠らせすぎでしょ。マジ野獣先輩かよおめえは。よいしょ、何が来てるんだろう。
ナッシーか。まあでもナッシーって体当たり一発でいけるからな。これ、まあ、玉投げって言うけどさ、顔投げてんのそれ。それ顔投げてんのかな。それとも顔の後ろとかにもっとなんか木の実みたいなのあんのか。お前人がなんかお前の果実を食べるときは顔を食べるの。アンパンマン理論。ナッシーについて深く考えるのはやめよう。頭おかしくなるから。ダンバル、よし、唯一の泥かけの使いどころ、よし。経験値全然美味しくないんだけどね。技使って44って、こっちエナと大して変わんねえだろ、お前。もうちょっと磨け、己の技術。きた、泥かけじゃない。今36ダメージ与えた。殴り合いでいけんじゃん。でも4しか食らわせない。防御が高いんだよな。厳しい。もう一発使わなきゃダメだ。別の技でもいいかも。うわ、9か。ちょっと威力が足りねえか。よし。OK。こんなもんかな。なんか来てるね、上から。何来てんのこれ。ストライキ。ストライク。買ってこいよ。体当たり。電光石火もそんなに痛くないから、よし。こんなもんがなんか似てんな。ストライク、いいね。これは引こうか。ちょっと急所はきつい。やられると、ほい。こんなもんかな。エアームド1匹倒すよりストライク3匹倒す方が楽かもしんない、これ。あー、もう1レベルいけそうだな、これ。でも、もうお腹も2しか…え、ちょ、これお腹2でさ、この持ち物って無理じゃないか。クリア…よし、行くか、次の回。17回…まあ、ここにも一応エアムドいるはずなんだけど。恩返し、悪くないね。恩返し、PP どんくらいなの、これ。12か。もし PP に困ったら。狭いな。もうなんかこの俺に全くと言っていいほど道具を与える気のないダンジョン構成、すがすがしいわマジで。これ倒しとくか。やめてくれ。やばい、お前さ、もう本当に考えてくれ。ウソッキーゾーン。え、あ、ウソッキーが動いたんだけど。このウソッキー偽物か。ちょっと待って、ウソッキーが動いたんだけど。え、俺ウソッキーが動いてるとか初めて見たわ。はい、よし。行くか。お金だよな、あれ。あのね、睨みつける2回入ってんのが痛えわ、マジで。といってここないじゃん、あれが。もう一回体当たりいかんと、うん、もう行った方がいいな、俺次。18回、もうエアムドゾーン終わり。結局あんまレベル上げなかった。選択弾は多いね。こんだけ選択しろと。おめえ殴り合いでいいわ。抜群でも大したダメージじゃないでしょ。当たんねえ。せめて攻撃当ててくれ。すげえ、そんな吸い取る連発できんの、お前。賢い AI のこと。やめて、ほんとに。いいか、そういうの、ほんとに。よし。おいしくねえな、謎の。お腹さ、こうやって膨らませさせてくれ。ちょ、こいつ倒すわ。あ、いや、回避率だもんな、下がってんの。防御じゃないな、倒せる。レベル上がるんじゃないこれ。まだか。全然上がんねえんだけど。あと450。強い多すぎでしょ。まだ6レベなんだけど、これラグラージよりレベル上がってないよ、マジで。あ、でもラグラージ、エアームドゾーンで5レベとかだったかな。あんまり記憶にない。
うん、8レベルだったよね、二十何回で。いや、絶対上がんないって、そんなに。うん、なんかラグラージより上げづらい。いきなりも。ありがて。進むか。まっすぐま強そうだよな。泥かけ使ってこう、どんどん。うわ、強っ。尻尾フル入ってるか、ベトベタフードありがたいところだが、うん、強いね。まっすぐま強え。さっき倒そう。やっぱウソッキーってさ、こう近づいたら歩いてくるんだね。寝てるわけではないし、別に好きだわー、そういう生き様。そんな生き様好きだわ。攻撃当たんねえわ。可愛くて攻撃が当てれない。よいしょ。まあとりあえず次の回、次の回へと進んでいかないとアイテムが拾えないからね。行くしかないよね。吠える、悪くない。吠えれんのかな、沼黒って。吠えれんの、ちょっと吠えてみてよ。ホエルはね、あの逃げながらのプレイだったら割と有効活用できそうなんだけどね。謎の穴抜け、帰れってか、俺に。帰らねえぞ。これ泥かけ等倍だから、謎の草、謎の草毒入ってるよな。よし、一応ホエル。おお、レベル上がった。おお、上がんないね、能力ね。レベルが上がるってことに意味があるんだろうけど。ひまわり出てきた。ここら辺からひまわりゾーンか。あのひまわり倒せそうじゃね。泥かけが効かないから、もうろくな技が、水鉄砲も泥かけも効かんし、体当たりしか有効ではないのにさ。泥かけ使い道がなくなってきた。うわ、殴り合いするしかないっしょ。てか、ひまわり草技使ってこなくね。あ、めっちゃ経験値もらえるし。はい、21回。さてと、水タイプあられ食らわないようにしてくんねえかな。おたちなんか地面技あんま、天候で5ダメージ。あ、え、どこ行った。は、誰だお前。お前誰だ。あ、いいね、今一つでも22か。タイプ1か。え、ちょ、これ悪天候嫌だな。おたちどこ行ったし、せっかくいいダメージ食らわせたのに。ちょ、痛いし。終わる。こいつ強いはずだよ、確か。やばっ、やべやべ、 2ダメージしか食らわんこいつ。あ、やばいわ、こいつ絶対戦っちゃいけない。あ、恩返し強いんじゃ、恩返しってな、いやいや、恩返しよ、イチャモンが強いんだ確か。攻撃自体は強くないけど、割られ状態じゃ、おごろぬし。投げるわ、多分割られで、あのポアルめっちゃ強いはずだから。ほら、めっちゃ経験値もらえるでしょ。うん、ポアルね、強いんだよ。エアームド並みに経験値はもらえるんだ。え、てか、エアームド以上に経験値はもらえるんだけど、非常に強い。選択のもこんないらん。まあ、キノココは割と。あ、こいつら、あられで削られてる。いいかも。あ、てか、普通に今一つでもこんな食らわせるの。え、てか、成長一回積んださ、吸い取る5しか食らわない。よし。結
かでもあられ状態はちょっと無理だ。歩きで回復しないし、2対1はちょっときついな。ちょ、泥かけの PB ももうなくなってきて、 PB マックス拾えないと済むぞマジで。かといって殴り合い、あ、やべえやべえ、あ、これはまずい、これはまずい。ちょっと探知使うか。事前に敵の位置が分かってないとまずいな。瞬速てかさ、経験値どんくらい？経験値なんかさ最初多かったけど必要量増えてないね。3000ぐらいだよね多分これ必要な分。そう考えるとなんか優しいな。また難しいポケモンなのかもしれない。ちょ、これどうすっか。この部屋入れねえ。なんか変な人たちがいるから、変な人たちがいて入れないんだ。岸辺させられた位置がここでよかった。奥移動すれば治るんだしね。PP マックス的なのないと厳しい。なんもないな。何来てる？レディアンか。レディバカ。レディバカ！レディバにやられるとき、レディバカって言おう。一応恩返し持ってるからね、恩返し大したダメージになんないと思うけど、うん、あの賢さ依存で威力が決まるみたいな。だから固定ダメージだったはずだから。 PP ミキサー拾わせてくれ。これなんだっけ、横取りか。ちょっとレベル上げしてる暇はないな。基本探索のみ。大きなリンゴ欲しいね。バグもいらん。種マシンガン撃てないしな俺は。うん、キノコは割と経験値美味しいから技使っていいっすよ。はい、ナイス。どうすっかな。穴抜けだな。俺抜けるつもりないし、こんなとこ、こんなところ。後ろからキノコが来てる。撃墜するか。ね。お、6700もあるよ俺金。PB マックス置いといてほしかったけど、ちょ、リンゴとか全部拾うわ。うん、じゃあ見ようかまず。縛られ。びっくり。鉄のトゲ欲しいね。跳ね返しラン、フラボ、跳ね返し、ゴローンの石が絶対いるでしょう。いや、よくない。ゴローンの石拾って、まあ、あとは食べるか。店の中で食べるのちょっと怖いけどね。なんか泥棒しそう。ん、俺なんか置いた。あ、あれか、跳ね返し玉か。縛られ、まあいいや。縛られはこれ何、種マシンガンか。悪くない買い物だったな。連結箱ここか。ちょっとでも PP がないんだよね。せっかくの連結箱もさ、ちょっと気回りがやばいことになってる。レディバからだな。よし、強っ。もう技がなくなっちまうよ。お、泥かけ一発急所か。かっこいいよ。
撃は頼むから当ててくれ。え、2連外しはないんじゃない？さすがに。それはひどい。